億万長者合宿をご覧の皆様、久保です。そうですね、吉谷さんの動画は私は一本も残らず見てますねまあ倍速で見てるのと、あと本数が多かった時は2本同時に見たりとかしてたんでね、どのぐらいしっかり見てるのかってことを聞かれると、まあ見ていたよとしか答えられないんですけども、ただね、重要なメッセージっていうのはしっかり受け取って、吉谷さんの動画の中で気づくこともあるし、多分私のね動画の中で、あ、なるほどなって思っていただけることもあったんではないかなと思います。まさにこのねやり取り自体が教材で、このやり取りができればもうビジネスは成功ですよ。ですので見てるだけではなくてね、ぜひね誰かパートナーを見つけてやっていただきたいですし、パートナーがいなければ一人でやってもいいんですよ。一人で動画を撮って、その動画に対するアンサーを一人で撮るみたいなことを繰り返してもリレーっていうのはできますんでね、やっていただければと思います。とにかくコンテンツを出さないことには何も起きませんから。でね、私こういうふうに思ったんですよ。これさえやればできるのになって思ってる人いるじゃないですか。それ逆なんですよ。これがないからできるんですよ。私の場合はお金がないからビジネスってものができるようになったんですよ。わかります？これお金がないんで、お金をねなんとかね得ようと思ったら借金しか私は方法なかったんですけども、待てよと、借金は返さないといけないけども、ビジネスってのは返さなくていいよねとなると、ビジネスって売上が入金されたらそれで終わりなんですよ。でそれを繰り返すだけなんですよ。だからこれいいなと思ったんですよ。でもお金を借りるってことは返すことを考えないといけないんで、結構ね厄介、後を引くんですよね、尾を引くんですよね。まあですので私はね、あ、金がないからビジネスやろうかなと、金がないからビジネスやろうかな、そして発信力がないから発信力をつけようかなと思うわけなんですよね。で一人身だから、まあ彼女見つけようかなみたいな感じで、これがないから手に入れようって思う原動力になってきたわけなんですよ。私にもともとビジネスがあったりお金があったり発信力があったら多分やってないですね。私にもともとね影響力があったら YouTube やってないと思うんですよ。私にもともとお金に困ってなかったらビジネスやってないと思うんですよ。だからね、ないこと、コンプレックス、これが自分の伸びしろなんですよ。でそういうところに気づいていただいてね、自分に一番ないものに対して、コンプレックスを感じてそれを打破するために情報発信ですとかビジネスですとか手に入れていただきたいと思います。でそうするとね、今度はね今勤めてる会社の規約にかかるからとかって言い出す人いるんですけども、今勤めてる会社は気に入らないんですよ。辞めたいんですよ。その今勤めてる会社に不満があるからビジネスとか投資とか情報発信興味持ったわけじゃないですか。なんでそれでいてねそこまでその会社に忠実なんですか。もうねこれね旧日本軍ですよ。完全に日本軍が言ってるようにね、もう大本営発表で日本軍は連戦連勝だぞって言ってるじゃないですか。それを疑いつつも従うわけでしょ、ね、おかしいじゃないですか。そうじゃないんですよ。おかしいなと、自分の進む道はこっちにはない、こっちなんだなと思ったら自分の人生残り少ないわけですよ。脇目も振らず自分の信じた方向に行くしかないと思いますよね。だからそこができないのが投資に振り回されたり情報に振り回されたり、まあ、ビジネスにやられたりとかするもう自分の弱点だと思うしかないですよね。もう人の話なんて聞かずに自分の一本気、自分の、ね、心の赴くままに内側から出る原動力のままに進んだ方が私はいいと思いますけどもね、いかがでしょうかね。この平和な日本、自由な日本で何もできないってことはないです。あの香港見てくださいよ。最近まで自由な国がもう今はね完全に喋ることも情報を発信することもできないですよ。人権蹂躙されてるんですよ。あなたは香港の方が羨ましいですか？日本で良かったと思いますか？今香港にお住まいの方、日本が、自分が日本人だったらどんなにいいだろうかって思ってるはずですよ。その思いに比べたら私たちの、ああこれがあったらいいのにななんてのはいかに緩いかってことが分かると思います。さあすぐに情報を発信しましょう。それではこの動画の感想を YouTube でアップロードするところから始めてみませんか。それではいってらっしゃい。